狙撃者は、1971年のイギリスの映画、マイク・ホチス監督、マイケル・ケイン主演の犯罪サスペンス映画である。ホチス監督の初監督作であり、出世作である。マイケル・ケインのドライで、暴力的な演技と、徹底したロケーション撮影というリアリティに加え、ロイ・バットと彼のジャズトリオによるクールな音楽が、相まって、単なる犯罪。 ギャング映画に終わらないスタイリッシュなイメージを作り出している。イギリスにおいて、英国映画協会の選ぶイギリス映画百戦の16位、a トータルフィルム氏が選んだイギリス映画トップ25の1位など、高評価を得ている。ただし、このような人気、評価はイギリスに限られたもので、例えば、日本での劇場公開は初公開時に都市部で数週間上映されただけであり、 カルト映画的に扱われている。1960年代末から1970年代初頭にかけてイギリスにおいてはクレイ兄弟に代表されるギャングスターの台頭や銀行強盗の多発など暴力的組織犯罪が社会問題になった時代であった。このような時代背景が映画において本作やスタンリー・キューブリックの時計仕掛けのオレンジなどに反映された。 犯罪、ギャング映画における暴力的表現をスタイリッシュに描く手法は、ガイ・リッチーやクエン・ティン・タランティーノらの作品にその影響を見ることができる。また、ホジス監督は、ダーティ・ハリーにおいて演出の類似点があることを指摘している。ロンドンの大物ギャング、フレッチャーの配下で、切れ者のギャング、ジャック・カーターは、飲酒運転で交通事故死した兄。 フランクの葬式に出席するため、故郷のニューカッスルへ戻ってきた。カーターは、フレッチャーの愛人アンナと、南米へ高飛びするつもりだったが、兄の死に疑問を抱き、昔の仲間たちに聞き込みを始める。競馬場であった、エリックの後をつけ、町の組織のボス、キニアーの館を突き止めたカーターは、キニアーと自らのボス、フレッチャーが裏で通じていることを知る。 キニアーの組織は彼を街から追い出そうするが、カーターはキニアーの手下を痛めつけ、ブランビーなる男が兄の死に関わっていることを白状させる。翌朝、カーターの元にフレッチャーの手下二人が現れ、彼をロンドンへ連れ戻そうとするが、兄の遺品のショットガンで脅し逃走する。兄の愛人マーガレットと愛心相を追求するが、再びフレッチャーの手下たちに追い詰められる。 キニアーの愛人グレンダに助けられたカーターは有力者ブランビーと引き合わせられる。兄を暴殺したのはキニアーであるとブランビーに知らされるが自分を勢力争いに利用しようとするブランビーの魂胆を見抜き、グレンダと共にその場を去る。そしてグレンダの部屋でカーターはキニアーの館で撮影された一本のブルーフィルムを見つける。そこに映っていたのは兄の娘ドリーンだった。 カーターはクレンダを問い詰め、ブルーフィルムに取り巻かれた兄の死の真相を知る。カーターは兄の暴殺に関わった者たちに徹底的な復讐を始める。本作では若干のカーアクションがあるが、マイケル・ケインは車の運転が全くできないことをホッチス監督は撮影途中まで知らなかった。ケインが車を止めて降りる数秒のシーンがあるが、 実際は坂道を惰性で少し下っているだけである。他の運転シーンは全て代役が運転している。2000年に同タイトルでシルベスター・スタローン主演によりリメイクされ、マイケル・ケインも助演している。ハリウッド風にアレンジされたリメイク版の評価は低く、工業的にも失敗した。原作となったデッド・ルイスの犯罪小説、ジャックス・リターン・ホームは、殺しのフーガというタイトルで、 翻訳出版されたが、後に映画に合わせ、ゲットカーターというタイトルで新たに翻訳出版された。A.B. スティーブ・チブナルロバート・マーフィー、ブリティッシュ・クライム・チネマ、ラウト・レッジ、1999、ISBN 9780203979914、97 A. セレクション・オブ・ザ・フェイバリット・ブリティッシュ・フィルムズ・オブ・ザ、トンティース・センチュリー。 ハットトータルフィルムウェブサイトハット BBC ニュース2004年8月3日、ゲットカータートップスブリティッシュフィルムポール、ABC スティーブ・チブナル、ゲットカーター、アイビー・タウリス、2003、ISBN 978から1から860649103、ロッテントマトズ・ムービーズゲットカーター・テッド・ルイス、ゲットカーター・土屋キラ役,役不走者、不走者ミステリー文庫、2007年、 ISBN 978から4から594055523ありがとうございます。